ここより世界に痛みを。神羅転生。どこだってばよ、ここ。敵はどこにおるんなら。どういうことじゃ、こっちゃ。なしてこの葉の里に口寄せせなんだんじゃ。ここがこの葉がくれの里じゃ。地雷や小僧の肩にいた時と同じものを感じる。綱手様、ご無事で。あ、なんだこれは。許さんぞ、ペイン。額のマークがない。これではもう大丈夫か、いるか。すみません、皆様を包むだけで。みんな無事だといいんだが。あれはナルトだ。ナルト、うん、探す手間が省けたな。どうしてこんな無茶を。これが俺の正義だからだ。口寄せの術。どうやら六人揃ったな。五代目火影だ。五代目様。先代たちだったから夢を蹂躙したお前らは絶対に許さん。だがお前などに用はない。あるのは俺だろ。すごいよ、ペインの一人をたった一撃で。ナルト、あんた。ナルトちゃんは先代を超えたようじゃ。渦巻きナルト。ケビ、つけてやる。ガマキチ、綱手のばあちゃんを安全なところへ連れて行け。なら、カツユを連れて行け。少しは役に立つはずだ。奴らの情報を持っている。こんなこと聞くべきじゃねえのかもしんねえけど、みんなのチャクラを感じ取ることができる。カカシ先生は任務で里の外に出てんのか。そうか。師匠、綱手様。さくら、お疲れ様でした、綱手様。目の前のペインに忍術は効きません。ペインの目はつながっています。なら見えねえ攻撃見せてやるぜ。かわしたはずがこれか。かわず組手は己の周りにある自然エネルギーを利用する。真術で一気に終わらせてやる。影分身の術。そうか、お前は仙人をジライア先生と同じ術を身につけたようだな。ジライアは俺のかつての師だ。師は平和を望んでいた。ふざけるな。何をするつもりじゃ、ナルトちゃんは。お前らがやったこれの、これのどこに平和があるんだ。お前の師が平和へつながる。ふざけんなって言ってんだろうな。したはずがこれか。ちんたらしてる暇はねえ。真術で一気に終わらせてやる。これがもう一つの修行の成果だ。ベイダラの言っていた通り、話を聞くようなやつではないな。こいつは
撃を与えるとそれだけ分裂します。それは早う言わんかい。自分親分動きが鈍ってきた。どうやら先日の力が落ちてきたようだな。母ちゃん、分かったろ。輪廻眼のつながりを切り離す剣の頭。いいか、これから文ちゃんをナルトちゃんめがけてぶん投げる。行くで父ちゃん。先方フートン砂ぼこり。やつはどこだ。予選連眼。口の中。戦術は切れたか。千人モードでも螺旋手裏剣はやっぱ2発までだ。やるなら今だな。なんじゃって。ほんなら九尾のせいで融合できることかいな。こっちじゃ。ナルトちゃん渡せ。わしゃやる。ガキは何処理。わしがやる。これから千人モードに入る。戦術チャクラを補給できるのはあと2回。行くぞナルトちゃん。逆口寄せの術。呼んだで術を解きんせ。よし、もらった。でもさっき倒したはずだろ。どうやらあのペインがキーマンのようですね。死んだ者も生き返らせるってやつか。そして最も厄介なのは左のペイン。今はまだ力を見せていませんが。どっちにしてもさっさと奥のやつを先にやっちまわねえとな。煙玉も一緒に。よし。これなら避けらんねえ。今度こそ。まだだ。戦術螺旋連眼。何、あと2人。しかし何をやったんじゃあのガキは。あの時すでに煙に紛れて上へ飛んでいたのか。ギリギリか。神羅転生。大丈夫か、ナルトちゃん。せや。中心となっているペインの力が戻ったようですね。だからさっきまでこの吹っ飛ばす術を使えなかったってわけか。長次君が教えてくれました。あのペインの術と術のインターバルは基本的には約5秒。神羅転生。カモヤミ。くっそー。親兵たちまで。おい、さっさと現実をやるぜ。わい、この現実は戦術チャクラを多量に使用する。俺はインターバルの5秒間を狙う。ナルトちゃんも戦術チャクラを練ってくれてる。影分身はあと1人。お前は確かに強い。晩鐘天印。ここまでにしておこう。安心しろ、殺しはしない。こんなの大して痛かねえってばよ。千人モードをなめんなよ。なんだ、力が抜けていく。九尾捕獲完了。まだまだだ。なかなかしぶといな。
なるほど、そういうことか。なら動けねえからちょうどいい。自然エネルギーは扱いが難しいんだってばよ。そうか、あのペイン、ナルトジャンから戦術チャクラを取り込みすぎて。これでお前一人だけだ。それは少し違うな。陰でペインたちを操っている輩から本体がいるようです。本体？父ちゃん、父ちゃんさんに。あの現実はもう懲りてるよ。ペインはかなりのやり手だよ。なんだ、一体なんだってんだ。なんでこんなことしやがる。この状況、そうだな、少し話をしよう。俺の目的はジライア先生も成し得なかったことだ。平和を生み出し正義をなすことだ。ふざけんな。俺の師匠を、俺の先生を、俺の仲間を。こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃねえ。だが俺の家族、俺の仲間を、俺の里を、火の国、そして木の葉は大きくなりすぎ、国益を守るため大国同士の戦争で自国の利益を獲得する必要があった。その度に我々の国は荒らされ疲弊していった。幾度かの戦争を経て大国は安定した。我ら小国に多くの痛みを残してな。互いの正義のために動く。俺が木の葉に対してやった正義は、お前が俺にやろうとしていることと同じだ。お前はお前の正義のために、俺は俺の正義のために。だが復讐を正義というならば、その正義はさらなる復讐を生み、憎しみの連鎖が始まる。忍びの世界は憎しみに支配されている。だがの、こんなわしでもこの忍びの世に憎しみがはびこっているのはわかる。人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う。お前の答えを聞こう。わかんねえ、そんなこと。全ての美獣の力を使い、この里を潰した数十倍の力を持つ美獣兵器を、本当の痛みを世界へ知らしめ、そうでもしなければ平和を作れないのだ。やがてその痛みも何十年と時が経てば癒えていく。そしてまた一時の平和が訪れる。この終わりなき憎しみの連鎖の流れの中、それが俺の願いだ。平和は目の前だ。いいか、俺は絶対ホカゲの名前をもらうんだってばよ。いまいましいキュービの貯金庫。でもあの子には近づかないでくださいね。ナルト君、お前は俺の平和を嘘っぱちだというが、エロ戦には人が本当の意味で理解し合える時代が来ると信じてた。お前のは違う。キュービの力を俺に差し出すことぐらいだ。言ったはずだ、お前の死が平和へつながると。ナルト君。どうしたレジ。あれはジライア様の口寄せガエル。何？最低でもツーマンセルで行動した方がいい。敵の本体を見つけたとしても迂闊に手出しはするな。いやしいけどそうなるな、動けねえんじゃよ。よし勝湯、里の生存者で動ける者には連絡してくれ。私は父上のように強く立派な忍びに。いやあ！日向様！あ！こいつヒューマ家の子じゃねえの？そうだよ、この目！あのネジのいとこだぜ、きっと。あ！あ、てめえ！ちゃんと謝りもせずに逃げようなんて最低なやつ。許せねえよ。弱えよ、もっとちゃんと謝れ。謝れっつーの。ごめんなさい、ごめんなさい。しっかりせえ小僧。そいつが何言おうが、お前は聞く耳を持ったらいけん。お前は4円の子じゃ、こんなとこ
こでお前がくたばったらうちが許さん。うるさいカエルだ。てめえ。ひなた様、この杭でナルト君の動きを封じているのね。ナルト君にはもう手を出させない。これは私の独りよがり。何言ってんだ。そんなんでこんな危ねえとこ出てくるんじゃねえ。私がナルト君を助けるの。何度も間違ったところに行こうとして、そんな私をナルト君が正しいところへ連れてきてくれた。いつもナルト君のところへ。ナルト君が私を変えてくれた。ナルト君の笑顔が私を救ってくれた。ナルト君を守るためなら死ぬことなんて怖くない。私はナルト君が大好きだから。ひなた、ナルト君に近づけない。なんとかしないと。銃を装置く。長門、もう一本。ひなた。ああ、あれか。あれね。俺は渦巻きになるといずれほかげになるってばよ。覚えとけ。おめえみてえなガキがなれるわけねえじゃん。やるか。死んの。まさか術。ひなた様。ひなた様、さあ。待って、この子が私を。彼とは関わってはいけません。ひなた。やめろ。ひなた、来るんじゃねえ。俺は逃げねえぞ。自分を変えるなんてこと絶対にできる。人のこと勝手に決めつけんな。けどお前みたいなやつって結構好きだってばよ。わからない。お前ごときの力でなぜ歯向か、なぜ戦う。まっすぐ自分の言葉は曲げない。それが私の人道だから。ちょうどこんな風にだったか。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに愛情があるからこそ痛みを知ることができる。そうだ、痛みを知れ。俺が憎いか。憎いか。これでも人は本当の意味で理解し合えると言えるか。それでいい。俺の痛みはお前以上だ。行くぞ。やるな。このチャクラの感じ。ひなた様がナルトを助けようと出て行かれて。
転生。神羅転生に耐えるだと。何？ナルトはどうなってますか？なんて言ったらいいか。6本、6本って、じゃああの時よりさらに。今度は何？ぶっちゃけもう木の葉の原型がなくなっちゃってます。キュービカか。ヤマトとカカシで封印術をナルトに施していたはずだぞ。ヤマトはどうなった？どこにいるんだ？これはどうした？まさかあの封印術を自力で。素晴らしいものだな。天道を十分近づけた地縛転生。地縛転生。これで九尾捕獲完了だ。なんでだ、そんなの。わからねえ。苦しい。嫌だ。わからねえ。俺ってばどうすりゃいい。すべてを壊せ。苦しむ者すべてをなくせ。そうだ、それでいい。やばい、本当にやばいよ、これは。さあ、この封印の札を引きちぎってくれ。封印が解放してしまうと、俺がお前の意識の中に出てくるよう封印式に細工しておいたのさ。でも成長した息子に会えるのは少し楽しみでもあったから。どうして四代目火影が俺の名前を？だってお前の名前は俺がつけたんだから、せがれなんだし。さっきも言ったろ、俺の息子だよ。四代目。うるさいね、後ろの。息子と分かればいろいろと危険が降りかかるからね。父ちゃん、ん？なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだってばよ。だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたくって、すっげえ修行して強くなって、せっかく強くなれることができたのに仲間が暁にやられて。でもあれ、俺何？いろいろ大変だったんだよな、ナルト。すまなかった。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が父親面して謝るのも違うかな。お前に九尾のチャクラを半分残して封印したのはこの力を使いこなすと信じていたからだ。俺の息子ならと。今から16年前、九尾が里を襲った時、
分かったことがある。キュービを操り里を襲わせた黒幕がい、おそらくそいつはまた里を襲う暁の一人、面をしている男だ。奴は俺の動きを全て見切った。ただものじゃないよ。ペイはコノハに恨みを持ってた。だからそこを利用された。利用されたって、あんな強い奴が。この世に忍びのシステムがある限り平和な秩序はないのかもしれない。大切なものを救おうとすることで、戦いが、愛が存在し続ける限り、同時に憎しみが生まれ、よくよく考えればそのペインを生み出したこの忍びの世の無秩序が先生を殺したも同然なのさ。この憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。だからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。俺ってばどうしたらいい。答えは自分で探すんだ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし。お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じてるのが親ってもんだからね。チャクラも薄れてきている。封印を組み直す。だがこれで最後だ。ありがとう父ちゃん。芝生転生から這い出てくるとなんて力だ。迷いが消えたか。すでにキュービを制することができるというのか。キュービ化したせいでチャクラが乱れちまった。使える戦術チャクラは俺自身に残ってる分だけってことか。すでに仙人モードに入った。タフなやつだ。まあ、死ぬかと思いましたよ。これってあっちは里の方。あれはキュービ化したナルト君がやりました。ヒナタやコノハの人たちが。俺が生きてる。まだヒナタのチャクラが感じられる。よかったってばよ、ナルト君。今医療忍者を探している。こちらにもケガガエルです。そろそろ決着をつけよう。少しは痛みを理解できたか。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。お前の本体のところへ俺を連れて行け。直接話したいことがある。ジライア先生もお前たちも木の葉はなかなかやるものだ。だが話は終わった。もしその2発の手裏剣を外したらお前の負けだ。外したら最後半殺しにして連れて行くだけだ。よっ。こいつ、仙人モードで逆探知を。よし、煙玉だ。おっ！インターバルは5秒。これならいける。あの時すでに影分身を仕込んでいたとはな。次の術発動まで3秒。まだ2秒ある。いっけー。あと1秒。伏せろ。耐えた。だとあの術は投げ飛ばせない。5秒。この距離ならいける。俺が諦めるの。諦めろ。螺旋丸。